こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回はあるヒット商品を取り上げて、そのヒットの秘密をマーケティングの視点で分析、掘り下げていければと思っています。この内容からわかることは、SDGs なボールペンを取り上げて、商品名がスーパーグリップ G オーシャンプラスチックです。で、このヒット商品なんですが、マーケティングの視点でヒット理由を分析できればと思っていて、それを3つの理由から解説をしていきます。で、この内容をぜひ見たり聞いていただきたいなと思う方は、マーケターをされている方を想定しています。特に商品コンセプトなどの商品、サービスの開発に携わっている方です。他社のヒット商品から自社でのマーケティング、商品開発のヒントになればと思っています。また、マーケティングに直接関わっていらっしゃらない方にも、ヒット商品の理由を知りたいと思った方には、何か少しでも参考になれば嬉しいです。はい。で、今回取り上げる商品が、パイロット社の油性ボールペンです。名前はスーパーグリップ G オーシャンプラスチックです。で、このボールペンの特徴を一言で言うと、ボールペンの素材に海洋プラスチックゴミが使われていることです。海洋プラスチックとは、海に流れ込んでしまったペットボトルとか包装容器などのプラスチックゴミなんです。回収したプラスチックゴミをリサイクルしてボールペンの素材に再利用しているんです。で、このスーパーグリップ G オーシャンプラスチックを紹介したある記事、これは日経 MJ の記事だったんですが、次のように書かれています。そのまま記事から引用しますね。パイロットコーポレーションは2020年12月、海洋プラスチックゴミ由来の樹脂を使ったボールペン、スーパーグリップ G オーシャンプラスチックを発売した。処分の当てがないゴミをペンに再生させる取り組みだ。環境対応に取り組む企業からの法人注文のほか、個人の消費者からも人気を集めている。はい、以上が日経 MJ の2021年の7月19日号だったんですが、記事からの引用でした。はい、ではここからはご紹介しているスーパーグリップ G オーシャンプラスチックがヒットした理由を自分なりに解釈をしているんですが、掘り下げてみたいと思っていて、具体的には次の3つがヒット理由だと思っています。最初に3つ言っておくと、2階建ての選ばれる理由、2つ目が買いにくさを出さない価格設定、3つ目が他社に真似されにくい価値の実現理由です。はい、では順番に1つずつ解説をしていきますね。1つ目の理由が2階建ての選ばれる理由です。で、これはまずそもそもの話になるんですが、マーケティングとは何かから少し寄り道にはなるんですが、共有をさせてください。で、これはマーケティングについての私の一言の説明の仕方、定義なんですけれども、マーケティングとは顧客から選ばれる理由を作る活動全般です。もう一度繰り返すと、マーケティングとは顧客から選ばれる理由を作る活動全般です。で、ここで言ってる選ばれるとは、お客さんに買ってもらえたり使ってもらえることです。選ばれる理由というのを、こう建物の2階建てのように捉えると良いと思っていて、具体的には1階部分というのは最低限で満たすべき基本的な要素です。これはボールペンで言えばペンとしての使いやすさにあたります。で、2階の部分がプラスアルファでの付加価値なんです。で、この2階部分の付加価値を今回のスーパーグリップ G オーシャンプラスチックに当てはめると、海洋プラスチックごみを再利用したエコな商品であることです。まあ、今っぽい表現をすれば SDGs な要素があるボールペンなんです。また概要欄にこのボールペンの公式サイトのリンクをつけておくんですが、見た目のイメージが海のイメージに合わせた色合いが淡いブルーのデザインも好評の理由だそうなんです。で、このような1階部分の基本的性能だけではなくて、2階部分で他とは違う、こう独自要素、差別化ができていると比較優位にできるんです。はい、では2つ目のヒット理由見ていきましょう。価格設定です。で、スーパーグリップ G オーシャンプラスチックというのは、パイロット社はこのスーパーグリップ G というので他のシリーズも出しているんですが、すべて価格が110円で、このスーパーグリップ G のオーシャンプラスチックも同じ110円なんですね。で、通常これは一般論としてなんですけれども、エコの要素が入っている製品って原材料が異なったり製造工程に工夫がいるため、その分だけコストが高くなりがちです。結果、エコ商品の値段ってエコではない商品よりも高くなってしまうんですよね。しかし、このスーパーグリップ G オーシャンプラスチックというのは同じシリーズの中で同じ110円での価格設定なんです。で、この価格設定が私はうまいと思っていて、せっかく良いと思っても消費者からするとエコで良いんだけれども普通のより高い、買うのをやめてしまおうと思ってしまうような買いにくさが出てしまうんですね。で、この購買への心理的ハードルを同じ価格設定にすることによって少しでも下げている、ここに工夫があってヒットの理由につながっていると感じました。はい、では3つ目の理由見ていきましょう。3つ目の理由が
他者には真似されにくい価値の実現理由があることです。でもう一度振り返っておくと、このスーパーグリップ G オーシャンプラスチックの独自化要素、比較優位ですね。でこれは商品名の最後にも入っている通り、海洋プラスチックごみを再利用して素材に使っていることなんです。でここで改めて掘り下げて考えていきたいのが、このアプローチというのは他者にもすぐに真似できるかどうかなんです。でというのは、もし他でも簡単にできてしまうと、すぐに類似商品が発売されて他者との差別化ではなくなってしまうんですよね。今後もこれが真似されにくいかどうかということを考えたときに、私が思ったのは次の2つの理由から他者には真似されにくいと考えました。これも先ほど引用した日経 MJ からの記事に書かれていたことなんですが、真似されにくい価値の実現理由として2つあるなと思っていて、1つ目がテラサイクル社との協業、まあ、パートナーシップです。2つ目が海洋プラスチックごみの最適配分の独自技術です。でこの2つそれぞれを補足すると、1つ目のテラサイクル社との協業というのは、テラサイクルジャパンが日本で回収したプラスチックごみを使用しています。でプラスチックごみといういわば原材料を調達してくれるパートナーがいること、これが独自化の源泉の一つになっているんですね。でこれはパートナーシップを結んでいるので、まあ、簡単にはすぐには真似できない要素だと見ました。で2つ目の海洋プラスチックごみの最適配分の技術についても補足します。で海洋プラスチックというのは海に流れ込んだゴミのことで、その間海水とか日光にさらされ続けています。でこれによって原料としての品質はもともとゴミなので良くはないし、こう問題はさらされ状況が様々なんですよね。したがって品質にばらつきがあるはずなんです。でこれが何を言っているかというと、意味するのは原料の品質にばらつきがあるのに製造するボールペンの品質は一定に保たなければいけない、ここに難しさがあるはずなんです。そこでパイロット社は材料を最適に配合するような独自ノウハウを試行錯誤を重ねて確立していきました。でここは他社は簡単には真似できないことで、まあ、少なくともやろうとすればそれだけ時間がかかるはずです。まあ、以上の理由、つまり真似されにくい価値の実現理由としては、テラサイクル社との協業、2つ目が海洋プラスチックごみを最適に配分する独自技術、この2つの理由から、パイロット社のスーパーグリップ G オーシャンプラスチックというのは類似商品がこれからも出にくくて、まあ、エコなボールペンという独自のポジションに居続けられるのではないかと見ました。はい、そろそろクロージングです。今回は海洋プラスチックごみを再利用した素材が使われているスーパーグリップ G オーシャンプラスチックを取り上げて、ヒット理由をマーケティングの視点で掘り下げました。まあ、最後に簡単にまとめておきます。今回ご紹介したボールペンというのは、スーパーグリップ G オーシャンプラスチックは素材に海洋プラスチックごみを使っています。まあ、これによって環境対応に取り組む企業からの法人注文に加えて個人の消費者からの人気も集めているヒット商品です。でヒットの理由を掘り下げていくと、マーケティングの視点では3つあるなと思っていて、1つ目が2階建ての選ばれる理由です。まあ、1階と2階を分けたときに、1階の基本的なペンとしての要素に加えて2階部分のプラスアルファの付加価値として、エコな商品、 SDGs なボールペンなんです。あと海のイメージに合わせた淡いブルーのデザインというのもこの2階部分の選ばれる理由に含めました。2つ目の理由が買いにくさを出さない価格設定で、同じシリーズで110円と同じ値段設定にしています。3つ目のヒット理由が他社に真似されにくい価値の実現理由があって、これは一過性のヒットではなくて今後も独自化要素としてなり得るかという観点から2つあると思っていて、テラサイクル社との協業と海洋プラスチックごみの最適配分の技術、この独自技術に他社には簡単に真似ができない要素があると見ました。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で見分けるビジネスセンスで、これからも更新は続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。